はい、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。登録していただきまして本当にありがとうございます。着々とですね、視聴者さんが増えていて、これまでたった一人でいろんなことを、私なりにお話しさせていただきまして本当に良かったなって思います。まだまだ冬来た時ないところもありますし、まだお話しできていないことも多分あると思うんですけれども、ぜひ皆さんのコメント嬉しかったよとかね、ありがとうございますっていう、あと質問ですね、そういったことでですね、私は本当にそれだけでモチベーションがぐわっと上がって情熱的にね、なる人間ですので、これからもぜひよろしくお願いいたします。で、前置き長いよっていうことでですね、今日は、承認欲求、愛されるとか認められるねっていうこと、他人からね、また自分自身の中にもいつの間にかあるのかもしれませんけれども、自分で OK と思えるかどうかっていうところですね。承認欲求と情熱、自分の中にある情熱、衝動力っていうかね、情熱ですよ、パッションについて、この2つを掛け合わせて膣マッサージですね、私がお伝えしてきた、皆さんがたくさん見ていただきまして本当にありがとうございました。見ていただいている膣のね、ネオ膣ツボマッサージというふうに私は名前をつけているんですけれども、お伝えしていきたいと思います。ですね、そもそもですね、私膣マッサージこんな風に一生懸命話そうって思ったのは、やっぱりその生き方とかね、この毎日の生き方って大きく感じますけど、ライフスタイル、日々の、生き方、自分のそのあり方っていうんですかね、そういうものに大きく影響して変化して元気になった。私海外に住んでるんですね。海外のフランスに住んでいて、言語もゼロ、はい、周りの人とも話せない、何言ってるかわからない、何も一人でできないっていう、本当にもう自立なんてがね、日本で自立って育ってきましたけど、もうマイナスにいっちゃったわけです。日本で何でもできて、もうそう、何でもできるようなバイタリティのある人間が海外に行ったらできそうじゃないですか。だけど英語をやってたので、フランス語って本当に全く違うわけです。音も違うし、フランス人の人の気質もですね、私が学んできたアメリカン英語のね、カルチャーとはもうほぼ逆なわけですよ。日本とも逆ですね、フランスという国はね。ですので、本当叩きのめされました、一番最初に。おっと、これは来た、困ったぞっていうね、旦那さんがフランス人なので、若干感じてはいたんですけれど、私の旦那さんはね、日本が大好きな人なのでね、ちょっと日本人っぽいところがある方なので、ちょっと普通のこってこってのフランス人とはちょっと違う感じもあるかなというところも感じます。そういうところですね。そういう中で私がどうして、変わらずね、こんなにねエナジェティックっていうか、そう、なんていうかな、こう自分なりにいろいろ作ってこれたのかとか、いろいろチャレンジしたりとか、周りの人ともね、よくしていただきまして、いろんなこと遊びに行ったりとかね、ファッションも楽しませていただいてるっていうので、逆を知ってるからなんですよね。落ちるとかね、私もパニック障害があったりとか、不安障害があったりとかですね、元気なんだけれども、なんかわかんないけど、そういうことが起こるっていうね、病気もしたことあるし、そう、辛い経験だってありますわ、ありますよ、ありますわってねそういうね、ことを踏まえてですね、コントラストの中で生きてきたものとして、やっぱり話せることもあると思うんですよね。そうね、今日はね、本当に大事なことを上手に話せそうなので話してます。膣マッサージって、そもそも私がびっくりしたのは、もう落ち込んでると老け込むわけですよ。そうね、第一に私たちが元気をなくしたり、なんか嫌なこととかね、そういじめとかね、人間関係で辛いとか、うまくいかない、能力が発揮できない、認められない、さっき言ったように自己承認欲求ですか、なんか何したいか分からなくなっちゃったとかね、いろんなことで、そのコントラストの中のその落ち込むっていうところに行った時にね、自分に自信がないとか、もう傷ついちゃって、もうズタズタでも腹立つとかね、もうその裏はもう悲しいわけですよね。で、そういった時にはやっぱりね、何もできなくなったりと、もうとにかく寝たいとかね、肩を落としてるわけですよね。本当にこういう状態ですよ、心はね。で、そういう時になってくると、やっぱ肌とか血流はもちろん、ストレスで血流って毛細血管が縮まるので、引き算しただけでも毛細血管って止まるって言われてるんでね。そう、これ日本のテレビでやってたの試してがあってんでね。そう、だから私たちの血管、血流です、つまり気ですね、気、血流ってものすごく敏感に私たちのもう一部
私たちの大切な人生の1分1秒にずっと寄り添って一緒に反応してくれているわけですよ、うん、だから、私たちは一人じゃないっていうか、その体っていうものは、ね、常にこう私たちの心の状態にねこう聞いてるわけですね。そうそうそう。でやっぱりその落ち込むと血流がよくなくなって体が冷えやすくなったり、着々と臓器とかいろんなところ、髪の毛とかね、そう、血流が悪くなるから、そのホルモンのバランスも悪くなっていって白髪ができやすくなったり、吹き出物が突然できたりとか、うん、乾燥してケアをも怠っちゃったりする、気力もないから乾燥したりとかね、この辺がダランって下がってくるとかね、笑わないからね、そう、表情筋がなくなってきますので笑顔が減ってくるから、筋肉が衰えちゃう、もうゆっくりしたい、本当に休みたいっていうので筋肉がもうダーンと下落ちていく、うん、内臓下垂ですねしていくっていう風になってくると思うんですね。そう、もともと筋肉がある人とかでもそうなるんじゃないかなって思います。やっぱ気分が下がる、うん、でそういったことって悪いことではないんです。決してそういうことはみんな人生の中でどんなに強い人でも、どんなスーパーマンでも、コントラストの中でこんな地球上で私たち生まれて生きてる、悲しい、嬉しい、上下、うん、裏表、そういうコントラストの中ね、対比の世界で生きていますから、もうそれはもう受け入れてください。諦めます。そう、そのそう諦める、そう、そういう風にそういうところで生きているんです。だから悪いとかいいとかじゃないし、焦らなくても大丈夫っていうことです。うん、そう、確かに嫌なんだけれどね。そうで、何が大事かっていうと、今日の承認欲求ですね。承認欲求で周りの人に認められることと、私たちは周りの人にいい、喜んでもらうことね。セラピストとかもそうなんですよ。私もそうですけど、子供の時からね、なんか周りの人が元気になってくれたりとか、笑顔になってくれたりとか、喜んでくれることに、もうね、子供の時からやたらとなんか快を覚える、あ、嬉しいなって思うんですよ。それってなんでかって言うと、やっぱさ、そのね、承認欲求で認められたような気になるんですよ。そう、あの人面白いねとか、いい評判がつくじゃないですか。あ、面白い、楽しい人だ、優しい人だみたいな感じで、直接こう言われなくても、そうやって周りが喜んでくれることね、まあ、家族であったりとか兄弟であったりとかね、うん、して、なんかそういった承認欲求に結びついて、特に子供の頃からそういったことがある場合、赤ちゃんなんかも、赤ちゃんが笑顔になったらね、みんな本当に嬉しいじゃないですか。そうだけど、赤ちゃんの時って別にそんなに考えてないような気がするけど、赤ちゃんは僕が笑ったらみんななんかニコニコしてくれてるぞってエナジーは感じてると思うんですよ。そうそう、私たちが赤ちゃんの時生まれてきてね、みんながあーとかってこうチヤホヤねされた時に、知らない間に、なんか僕が笑ったらみんながわーってなってるぞっていう感覚ってね、無意識のうちにね覚えてる気がするんですよね。まあそういった自己承認欲求を得て中心で生きていきますか、それとも、はい、それとも、そうですね、自分がこうしたい、これを伝えたい、うん、私もフランスにいるし、外国のね、海外で生活されてる方とかも結構そういう方々多いと思うんですけれども、自分の気持ちに正直に、自分の気持ちに正直っていうか、その感情、心の動きがありますね。コントラスト、うん、地球にコントラストがあるように、嬉しい、悲しい、天気の雨、晴れとかね、曇りね、天気が変わります。天気と一緒なんですね。だから自分のそれを周りの人に認められたいがために、それを抑えていくのか、うん、本音を抑えていったりとか、悲しい、辛い、もう腹が立つっていうのを抑えていくのか、隠し通していくのか、うん、相手のため、周りのため、日本人のね、特に私もそうですけど、日本で育って、平均的には結構優しい国ですから、うん、痛みが分かるというかね、そう、教育の中にもそういういろんなものが入っても、周りの人を気にし、ね、気にかけてね、やりましょう、協力しましょうっていう、悪いことじゃないんです。全然悪いことじゃないし、大事なことだと思いますが、だけど私たちの命っていうのは、私の命っていうのは周りの人のためじゃなくて、もうただただこの存在としてある、それによって救われる人もいるわけですよ。それがなければ、私たちがじゃあ周りのピエロみたいじゃないですね、ピエロとかね、その周りの人が喜んでほしいとか、周りの人のために基準でね、そして自分が褒められたい、そして喜ばれたいね、そう、そういうふうに自分を認められたい、周りの人の反応ありきの自分、うん、っていうふうになってだけでですね、それだけで果たして本当の、貢献とかですね、本当の世の中への社会貢献
本当にできるんだろうかっていうところで、私は正直そこは本当に疑問に思っていて、やっぱりね、人間がね、何かを、成し遂げていくところのね、大事なところ、まあ、パートナーシップでもそうですし、自分自身の生き方もそうですし、まあ、親にしたって誰かのためって言いながらも絶対的に必要になってくるものなんだと思いますか？それは自分自身の情熱ですよ。そう、私もセラピストですので、まあ、最初マッサージを学んだりとかヒーリングのいろんなものを学んだりするときに、どうしたか、そう、まずは自分の興味関心があったから、面白い、そう、それから絶対的に誰かに認められるために私それをやっていったわけじゃないんですよ、そうで、何が一番成長中でどんどんエクスパンド拡大していってるかっていうと、やっぱりこのことですね。自分でやりたい、使ってみたい、学んでみたい、知ってみたいっていう情熱ですね、パッションが自分の中に戻ってきたもの時に選んでいったものっていうのはずっと火が消えません。なかなかそう、また必ず火がついたりもする、弱くなったりとかはしますよ時々。だけど火がない状態で選んだものどうでしょうか？もう私というものが空っぽ、ロボットみたいな感じでポコ、なんかロボットみたいな感じでやるものっていうのは、例えばそうですね、学校の教科とかで、なんかこう、そうですね、なんか習字好きなんですけど、そんなにこう、なんていうかな、こう、夢中にはならないんですよ。そう、好きなんですよ、もちろん好きだし、ある程度はできるんですけど、自分の情熱があるかないかって言われると、そこまで私はまあ楽しいけれど、こうかっていう感じではないので、まあその中の楽しみのうちの一つにあるだけで、これは絶対なんかこう作っていきたい、やっていきたいっていうものは、やっぱり癒しとか、そういったものなわけですね。体と心ですね。そうで、私もともと学校の教員だったんですけれども、学校の先生の免許っていうのを取りなさいって、親に言われたんですよ。取っておきなさいと、あるあるですよね。そうで、なんかわからなくて、その時本当パッションなんてそれほどなかったです。ただただ、大きい世界見たい、自分の知らない世界を見たいという、自立したい、という思いはありましたよ、そう、だから子供のうちからそういったこういうパッションがね、ある方もたくさんいると思うし、それを大事に育てている子供たちも、お父さんとお母さんもいると思うんですね。そう、ただ気をつけたいのが、本当に自分のパッションに、それがあるのかどうかっていうところですね。パッションのような気をさせられてないかいとかね。そう、それは子供の時にもう分からなくなっちゃっても、大人になってね、それを吟味する時間っていうのを持つことが大切で、決してそれをさせていた人が悪いわけでもないわけですよ。そう、だから言いたいことは、大切なことね、いい悪いとかじゃなくて、大切なことっていうのは情熱です。情熱がちゃんと燃えてる状態、情熱の火がここに燃えてる状態で生きていくことを重視して生きるのか、本音で話せる、情熱的に感情もちゃんと、伝えられる、家族間とかね、周りの人がどうとか関係ないですよ。そう、親とかパートナーがどういう人でも、どんな反応をしても、恐れずに自分が思うことをパシッと自分のためにちゃんと表現できて、それで良かったって言える人間でいられるのかどうかですね。そう、それに勇気を持てるか、それも非なんで、それも情熱なんですよ。むしろそれを抑圧して、承認欲求重視で、誰かに愛されるため、何かを保つためという言い訳をつけながら、何か好きなもの、何でもいい、何かを我慢する、何かを抑えるということを、許してしまう人生にするのか、どっちにするっていう、もうわからないってなった人、膣マッサージやってみてください。勝手に動いていって、勝手にわかります。体が教えてくれる、自分の行動で自分を知るっていうことができます。もう私もわからない、自己承認欲求も多少あるだろうし、そう、どんな生き方が正解なのかがわからないっていう男女、男の人だってできます。マッサージね、マスターベーションだけじゃないんですよ。そう、ちゃんと自分の体を触って射精重視なんじゃなくて、マッサージ、指圧をかけて触れていく、そしてしっかり見てあげる、確認する、痛いとかね、そう、
感覚ですね、感じる感覚をしっかりと感じる。マスターベーションだけじゃないです、男性だって、男性こそかもしれない。女性は今ね、膣マッサージとか膣ケア、膣トレやってますよ。マスターベーションだけじゃありません。マスターベーションだけの、そして生殖機能だけのものじゃないです。性器はそう、足だって歩くだけのためのものだけじゃない。ちゃんと体のこのね、先端まで全部の臓器を癒せる力のあるツボがあるわけです。だから男女ともに私たちの性器の中と、まあ、男性だと外についてるわけですよね、まあ、世にですけど、女性もこの外性器の部分もマッサージしてあげるとツボがありますので、気持ちが、落ち着いたりとか、感情が自然に解放されてくる、うん、そして元気がない、もう情熱がそうやって生きてるわからないから、もう承認欲求だけで生きてます最近みたいなね、愛されてなんぼ、気に入られてなんぼ、うん、期待に応えてなんぼっていう生き方をいつの間にかしていましたという方は元気がないはずです。情熱なんですかそれっていう、もうなんか見てもね、感情が出てこない、うん、蓋しちゃってるから、うん、なんか面白いもの見ても全然大声で笑うとかしてないとかね、そういう人は頭で考えても絶対にそれを解放されません。カウンセリングに行ってもお金がかかってなかなか解放して時間かかります。膣マッサージ自分でできる、自分のものにできる情報もたくさん今あります、うん、不安になることもあれば私にぜひそう、ね、相談してください。でそれですね、膣マッサージしていて感情的になったりとかですね、まあ、その行動が非常にこうストレートになってくるっていうね、ファッションも例えば今までこう遠慮していたような色とかもなんか勝手にもう選べちゃう、選びたくなるみたいな感じに元気が出るので頭がはっきりしてくるんですよ。多分血流が回るとそういうことですね。だからそのスピリチュアルとかそういうことじゃなくて、やっぱ血流が良くなると私たちはなんかことのほかこうキビキビ動き出すっていうかね、判断も鋭くなるんじゃないかと思っています。うん、はい、ということでですね、やっぱ血流が悪いっていうのはやっぱりいっぱいいろんなこう我慢をさせたりとかですね、抑圧の方向に行ったりとかですね、そういう方向に行きやすくなるという言い方もあると思いますが、ぜひね、怖がらずに、感情的になること自体を怖がらずにね、膣マッサージちょっとやばいんじゃないのとかね、そういうことを言わずに、で、絶対大丈夫です。私ね、フランスで本当に旦那さんともね、たくさん喧嘩して、本当にフランスの方ともね、ちょっと言葉が通じなくって、ちょっと行き違いがあったりとか、やっぱ文化が違う、環境が違うのでですね、どちらかというとこう忍耐強くならなければいけない、一番私が環境としてはあると思うんですけども、こうやって元気でね、周りのフランスの人ともね、こう、普通になんか話せるというか、無理せずにね、私のスタイルのままで、私のらしさのままでね、やりたいこともね、やりながら、そう、私のペースでやれているっていうのは、そう、別にこれをしなければいけないというルールなんかあるわけないんですよ。そう、だから、こうやって海外に行って、私も公務員でしたけど、公務員も辞め、その時、膣マッサージしてませんけどね、そう。その全然いいじゃないですか。でまたね、じゃあどうするのかっていろんな選択肢出てくるんですけれども、自分がいいと思う、心地がいいということを信じてやればね、なぜかね、その自分が認められたいといろんなことをしゃかりきでやっていた時よりもいい形で、ベストな形で優しく、そして調和っていうものがねなされていくんですよ。そう、私だってフランス人でね、いろんなこっちの生活ってね、嫌だなこの人と思って、もう自分がストレスになっちゃうから我慢せずに会わないようにしたりとかするようになったんですよ。会わない、嫌な人とはね、そうフランスの方とか、まあいろんな方いますけれども、そんなこと私だ多分昔多分できなかったと思うんですよ。対応できてしまうから、我慢に慣れてるから。そうだけどね、それしたらね、自分の体にどんな影響が及ぼすかっていうことをね、もう知ってしまったんですよ。そうだから心地よさを選ぶじゃないですか。そう、健康を選ぶっていうことですよ。そうだから、じゃあどうした、それやったら周りの人に嫌われるようになって認められなくなって、なんか困ったこと起きましたかっていうと、起きません。むしろもっと認められます。こういう人間なんだ、こういう心を持っているんだ、嫌なものは嫌だから、だからそれでね、なんか言ってくるぐらいだったら、うん、それで嫌われる、それで離れていくな人だったら、それで自分のこと嫌なことをしてくるんだったら、そこから離れればいいだけですよね。そう、だから自分のことを大切にすることで周りの人のこともよく見えるようになるっていう面白いゲームがついてくるんですよ。だからぜひね、怖い人はね、私のこういった話も頑張ってしていきますし、質問してくれたらもっともっとしていきますので、
あのね、そう、ぜひやってください。勇気を出すにはあのいろんなエピソードがいると思うんですよ。そうだ、私がただね、その私がただアンパンマンみたいになんか勇敢だとか海外に行ってる人が気が強いとかじゃないと思うんですよ。必ずエピソードとか、うん、なんか勇気が出る人たちに会ったりとか、なんか合ってるはず、ストーリーが。そうそうそう、だからもう最近ね、あの特に男性ですね、そう男性、特に私女性の体ですし、女性ですので、まだねちょっとあんまりまだ話せてないんですけれども、その周りの人のよ、認められるっていうね、認められなくていいですよ、うん、私だからフランスに来てももっとそうなりました。あのいやもう嫌われて全然いいですと、フランスの人たちがそういうスタンスが結構あるので、気に入られようとか思ってないですから、他人にどう思われようと知ったこっちゃないっていう人たちが多いので、もう同調圧力とかもまあどうでしょうね、そんな日本とまた違う形だと思うんですけど、でもみんなが周りの人にどう思われようとそんなのこと関係ないしっていうね、あのもう本当それの思いと先を言ってる国ですので、誰何を着ようと、どんな季節に何をしようがそんなの関係ないっていう、もう人ばっかり、おばあちゃんとかね、特に年がいってる70年代の人なんかはそういうのすごく強いですし、そう、そういうムードにね、あのただそれはまあそういうところですね、個人のそういったあのそうですね、情熱ですよ、個人の心を大切にするっていうところで、はい、だからそういうふうに自分のはっきりとしたそのスタンスっていうか、情熱です、何か嫌い、嫌、傷ついた、悲しい、嬉しい、腹立つっていうのを表現しても誰も傷つかないんですよ。だって自分のハートですから。そう、だからそれで誰かを打ち負かしてやろうって表現せずに思う方との方が認められないだろうし、あの分かってもらえないと思うんですね。だからまずはそう、自分の感情をうまかろうが下手かろうがもう出してしまうっていうファイヤーです、情熱がある方あると人間というのはうまくハーモニーに向かっていきます。うん、まあちょっとまた質問してください。ちょっとそのエピソード話していきたい、フランスでの話どうでしたかとか、その教師時代とかなんかありましたかとか、質問された方が話しやすいんで、そうまたフリーライブしようと思いますけど、ぜひ皆さんもそんなに認められなくていいっていうスタンスでね、あの自分の中に何が抑圧としてね、そのファイヤーもっとつくかなって、情熱を選んでほしいと思います。ぜひに、そう情熱がある方が、そのそうですね、もうハーモニーとして自分として、そう別に周りの人とね、その分裂してくださいとか、周りの人と分離してくださいって言ってる話じゃないです。情熱があるということは分離を生むことじゃないっていうこと。そうだから情熱を選んでいいんだっていう、これからね日本、特に私は日本語の方がうまく話せますので伝えていきたいなと思いました。そのきっかけがね、なんか自分の体を見つめる、ましてやタブーとされていたような生殖機能だけでいろんな抑圧の対象シンボルになっていた性器周辺、うん、にを通してそれがね獲得されていったならば、このお話ししていることもね本当に価値があるんじゃないかと私は思って、すごい発見になってるんじゃないかなって、うん、思います。他の YouTube でねお話しされてる方にとっても、これからどん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 発信されていくと思いますし、何かが変わっていくような気もするしね、あのその一員になれたら私のパッションもイエーイっていう感じです、本当に。はい、それでは皆さん、このお話少しね飛び飛びになっちゃうかもしれませんけれども、ぜひこれをきっかけに登録していただいて応援していただけたらと思います。頑張って、学んで話していきます。フランスでのエピソード、ここでしか話せない、あの経験できないこととか、日本にねフィードバックでしていけることもたくさんあるし、日本に住んでる外国の方も大切にしていきたいと思ってるし、そう本当日本に住んでる外国の方の気持ちが私は今本当によくわかります。いろいろあると思うけれど、も私よりも本当にすごいマインドを持ってる方いらっしゃると思いますが、毎日そのファッションです。だからパッションが大事、情熱があればいろんなことを感じて聞いていける、そんな人って素敵だと思いませんか？私は素敵だと思うからやってるだけなんですけど、そうやっぱりね、その情熱がない状態、情熱を持ってない時、やる気がない時の状態がもう自分を知ってるから言うんですよ。そうそうなんですよ。だからやっぱそこって健康も関わってくるんで、体の状態ね。そうだからよくね、皆さんもぜひ意見交換でねしてみてほしいと思います。パッションがなかったらじゃあ人間どうなのかってね、承認欲求も何もあったもんじゃないんじゃないかなと思ってます。そう、承認欲求のためにパッションなくして
やれるのかなっていうところも思いますので、やっぱり自分の中の火がついてないと、その火をつけるのは、そう、私はあの自分のね、ネオチツボマッサージ、男性のねツボマッサージ、自分でやってください、そうだと思います。自分で、誰かのやってもらうんじゃないですよ、自分でやるんです。自分のものは自分のもので、それを他人とシェア、そう、分かち合いですよ、そうそうそう、分かち合いしていく、それがハーモニーです。そう、自分のものは自分のもの、他人に任せるんじゃない、誰かにやってもらうだけじゃなくて、自分で全部作っていけるし、そう、自分がそういうね、自分がそういうリーダーで創造主っていうところをね、そう、なんか消耗していくとか反応していくだけじゃないっていうところをね、なんか知っていけるセルフケアなんじゃないかなと思って、フランスで哲学しております。うん、まあ、ぜひねコメントしていただけたらと思います。はい、長くなりました、本当にありがとうございます。ぜひ登録して、何か質問があればぜひしていただきたいと思います。 Put your fire、 そう、 Keep your burning ですよ。そう、あなたの情熱ね、一緒にね、保っていって燃やしていきましょう。体を温めて、冷やさないようにしていきたいと思います。それではありがとうございました。さようなら。